セントルイスカーカンパニーは、アメリカ合衆国に8 8 7年から1974年まで存在した大手鉄道車両メーカーである。客車、路面電車、機関車の他に、トロリーバスの製造も行っていた。会社名の通り、ミズーリ州セントルイスを本拠地としていた。サンフランシスコ市営鉄道の F ラインで使用されている PCC カー。 サンフランシスコの F ラインでは各地で使用されていた電車の塗装が用いられており、この車両の塗装はワシントン DC の路面電車のもの。バーニーカーこの車両はオーストラリアアデレードの路面電車博物館の保存者、セントルイスカーカンパニーは1887年4月に路面電車などの鉄道車両を製造、販売する企業として設立された。乗用車を製造していた時期もある。 1917年には、ハッティグサッシードアカンパニーと提携して、航空機の製造を行うセントルイスやクラフト、コーポレーションを設立した。ここでは、第一次、第二次世界大戦中に、グライダー、練習機、LVT、飛行艇、飛行船を製造した。セントルイスカーカンパニーの製品の中でも特に、有名なものとして、PCC カーとバーニーカーが挙げられるが、 これらの車両のデザインは当時非常に高い人気を誇った。同社はニューヨークやシカゴの路線網向けの車両を供給している。ほか、1939年にはサザン鉄道専用車両として流線系ディーゼル列車 FMOP800 を製造した。1960年、同社はゼネラルスチールインダストリーズ参加となった。1964年、同社は ニューヨーク市地下鉄 R36WF 電車430両及びニューヨークニュージャージー港湾公社向けヘパストレイン PA1 電車の製造を完遂した。1960年代半ばにはプラネット社の設計により地元セントルイスのシンボルであるゲートウェイアーチの頂上まで来場者を輸送するトラムの製造もいった。最後の製品となった。 最新の電車セントルイスカーカンパニーは1968年まで営業を続けたが、最終的に1974年に創業を停止した。最後の製品となったのは、ニューヨーク市地下鉄及びスタテンアイランド鉄道向け R44 電車、及びその設計に基づいた試験車、アメリカが衆国運輸省、最新の電車であった。セントルイスカーカンパニーの組み立て工場及び本社、 営業所のあったホールストリート8000番地は2005年より再開発が始められ、商工業の複合施設セントルイスビジネスセンターとなった。セントルイスカーカンパニーは廃業して久しく、同社製の鉄道車両の置き換えも進んでいるが、一方で各地の鉄道博物館で生体、胴体保存されている車両も多数ある。代表的なものとして、 サンフランシスコ市営鉄道の F ラインが挙げられ、ここでは多数の PCC カーをはじめとした、同社製のものを含むレトロ車両が営業運転に使われており、気軽に乗車することができる。セントルイスカーカンパニー製のトロリーバスエレクトロライナーハイライナー電車、ニューヨーク市地下鉄、R44 電車シルバーライナー3電車。ありがとうございます。